はい、今日もゼロクラウンです。今ねトヨタさんへ行ってまいりました。最近ですね、最近 2,3 週間になるかな、アイドリングで、駐車場なんかにね止めてると、まあ、特に横に車がいる時によく感じるんですけども、アイドリングのまま置いてるとすごくガソリンというかオイルというか何でしょうね、匂いがねすごくするんです。で助手席から乗るとドアを開けたらその匂いがね一緒に入ってきて、室内が非常に不快な感じがするんですね。でどうなんだろう言うて、先日オイル交換の時にオイル漏れと一緒に、あ、オイル漏れじゃない、先日ね、見てもらったんですが、ガソリンのパイプ、フューエルパイプとか高圧ポンプとかそのあたりからの漏れは、なさそうだと確認はしております。その代わりオイル漏れがね発覚したんですけれども、まあとりあえず2週間ほど経ってるんですがオイル漏れ、ありませんのでね、まあ漏れてからまた考えようということで、それはまあとりあえず置いといてですね、そのガソリン臭い匂いですね、原因をちょっと突き止めるために排気漏れかな、マフラーも古いですからね、エキゾーストパイプ、マニホールド、そのあたりからね排気ガスが漏れてるのかなということを想定してねちょっと聞いてみたんですけどもね、いやー匂いしませんね、大体持っていくと大体その匂いしないんですね、症状が出ないんですね、エアコンもそうなんですけども、でボンネットも開けて匂いしませんねとあちこちこう点検してもらったんですけれども、どうやらですねチャコールキャニスター、ガソリンタンクが後ろにあるんですが、それがこう長いパイプによってですね、前のインジェクションにつながっていくんですけれども、その途中で、チャコールキャニスターっていうガスをね一旦フィルターにを通して、でそれを蒸発させるみたいなね、そういうものがついてるそうなんです。それをチャコールキャニスターというらしいんですけどね、おそらくね多分ねスポーツカー RX7 マツダがそれが後ろについてるもんで、それが、マフラーの熱で引火して、後ろから燃えてしまうっていうね、あれ多分その部品じゃないかなと思うんですけどね、ちょっと分かんないですけど、でゼロクラウンの場合はちょうど助手席の下あたりにね、ついてるそうなんです、フロアのね下のあたりに。でおそらくそれが匂ってるんじゃないか、まあ、匂いがね途中でしてきましたんでね、ガスがこういっぱいになって圧が高まると匂いがするんじゃないかいうことで、多分そのチャコールキャニスターですよということで一応ね、一件落着したんです。じゃあそれ変えるんですか、交換するんですか、いっぱいになって溢れるんですか、その辺を聞いてみたんですけども、まあそれは半永久的に変えるものではないんですね。でなぜなら、なぜこれ匂いするんですか、じゃあね交換した方がいいんじゃないですかってこう聞いたんですけども、かなり暑い夏ということでね、暑い時にその匂いがするんですね。ですから全く心配はいらないそうなんですね。まあそれがねガソリンがなんかフィルターを通してちょっと分かんないですよ、素人考えで、フィルターをパンパンにいっぱいにしてしまって下からポタポタ落ちるようならね引火する可能性もあるので危険なんで交換もしなきゃいけないんでしょうけど、まあ、全くそんなこともありませんのでね、正常ですと言われました、この匂いね。だからいつもいつもするわけではなくて時々するんでね、その、チャコールキャニスターに、圧力が高まってガスが溜まって、蒸発させるというのかな、そういうようになってるらしいんでね、それは正しいか正常らしいです。はい、で、まあ、一応解決しましたということで、今日はねエアコンも解決してきました、それからそのガソリンの匂い、がするのも解決しましたママさんもちょっと病院行ってきましたが健康そのものでしたということでね、
はい、そんな感じで今日もゼロクラウン始まります。いつもありがとうございます。たくさんのコメントもいただき、感謝感謝でございます。20年も超えてきますので、いろんなこう情報なんかをね収集しておかないと何が何だかわからなくなってきて、何をしていいのかもわからなくなりますのでね、お互いに情報を共有し合いながら、ゼロクラウン愛好家としてですね、車をまだまだ維持して大事にしてい、きたいものだなと思っておりますので、今後ともゼロクラウンともどもよろしくお願いいたします。今日もゼロクラウン始まります。